みに来てくださりありがとうございます。リンツの園芸店の写真です。今日はとっても簡単100点満点のもやしの作り方をお届けします。できるだけ綺麗なグリーン色の豆の方が発芽が揃います。割れた豆や豆殻は取り除きます。腐敗の元になるからです。洗って24時間後には可愛い芽が出てきますよ。3、4時間おきに水かけを丁寧に。これ大事なポイントです。もやしは発芽時に熱を出すので、もやし工場では絶えず水かけしています。割れた豆や剥がれた豆皮などを取り去ります。腐敗のもとになるので、こちらは気温が低いので発泡スチロールに保管しています。気温20度から30度くらいが適温かな。根がこんな勢いで伸びています。すごいパワーですね。1週間が経ちました。今から開けてみます。うまく育ってますよ。やりましたね。まるで子供を育てる気分の毎日でしたが、今までの中で一番うまくできました。愛情たっぷりだったかな。こんなに美しく育ってくれて嬉しいです。当分もやし食のオンパレードだよ。今度は大豆もやしにチャレンジしよう。緑豆が新しかったのか、発芽率は大変良かったです。根を少し切って保存します。このまま置いておくと葉が緑色に変わり、ビタミン類も豊富に増えそうですね。低カロリーで安くて栄養いっぱいのもやしを皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ここで綺麗なもやし作りの重要ポイント。豆はなるべく綺麗な緑色を選ぶ。割れた豆や変色している豆は絶対取り除くこと。3、水かけをこまめに。ほとんどが発芽したようですね。割れた豆は取り除いていたので大事なポイントです。大量に作ったのでジップ袋に入れてチルド室に保管します。もやしはまだ成長しています。この美味しさを保つためには庫内の温度が低い方がいいでしょう。3つのポイントを守ってぜひチャレンジしてください。この動画は多言語に設定できます。他にも手作りの動画をいろいろ発信していますので見てくださいね。